では今日の内容の3本目の映像に入りたいと思います。今日の課題の説明ですね、やってまいります。寛大 LMS にこちらのファイルをアップロードしています。8章の講義内演習です。今回は 2×2 の係数行列で表される問題を3つ並べました。ちょっと問題数が多いなと感じる方もいると思います。ちょっとですね、時間かかるかもしれません。最初なんでね、30分とか1時間とかかかるかもしれませんが、この3通りをちゃんと使い分けれるようになれば、これでもうむちゃむちゃ安心ですので、なんとかここは踏ん張りどころだと思ってですね、頑張ってほしいと思います。という今の前置きからもわかると思いますが、3種類の連立一次方程式、これ結論言うと答えのパターンは3パターンそれぞれでございます。なので、どういう形の答えになるのかきちっとですね、見極めてほしいと思います。その一つずつの解き方を、話すというよりは、今ここではですね、3パターンって何だったかざっと確認しておきます。1つ目、ただ一つの解が現れる。2つ目、これちなみに問題の順番とは一致しませんよ。問題の順番とは一致しません。無数の解が現れるパターンもありましたよね。そして逆に解なしというパターンもありましたよね。このいずれかになるので、いずれになるかをきちっと見極めてほしいと思います。それぞれどういう場合にそう言えるのか、まず解なしからです。解なしはこんなんですね。 0x+0y イコール、さっき授業の中で見た例で言うとイコール1みたいなのが出てくる場合です。無数の解になるのはどういうパターンだったか、さっき見た例で言うと 0x+0y イコール0みたいになっちゃう場合です。ただ一つの解になるのはどういうパターンか、 0x+0y、0x+ の行基本変形を一般的なやり方でやってた結果、1y イコールでなんとかですか。特に何でも構いません。こういうふうに 2×2 行列の係数行列の一次方程式の場合には最後の部分が変わるということですね。第2式の現れ方が全然変わります。この部分に注目して、解の数がどれだけなのか、で、その解が一体何なのかということを求めるようにしてください。一応か。ここで一つ注意点があります。何かというと、教科書の解答例のようなやり方、あるいは教科書の例題を解説する文章のようなやり方は、ややこしいですので、無視してもらっても大丈夫という点です。はい、要するに、このようにですね、今書いてきたように、このように、行基本変形の後、吐き出し法の場合はですね、吐き出し法を用いた場合は、行基本変形の後、元の連立方程式に戻して、
どのような回になるかを判断しましょうということです。教科書には、そういった判断についても書かれてますが、それ以外の解説も載ってます。ちょっと分かりにくいと思います。そこは授業では飛ばしてますので、皆さんも飛ばしてもらって結構です。今書いたように元の連立方程式に戻してどのような解になるかを判断できればそれで大丈夫です。それ以上のことは逆に言うとやらなくても点数はちゃんともらえますし、皆さん自身も大事な点は理解できますから、それで十分です。この点をくれぐれも知っておいてください。はい、じゃあですね、問題自体はどう解くのかということです。どう解くのかってほどでもないんですけども、まずはですね、逆行列持つのかどうか調べようという問題ですので、これは単純に、調べてみてください。あくまでも係数行列がですからね、これであれば、一旦6、5、落とす。6、5、4、3、落とす。XY イコール2、4というふうに、まあ、係数行列に、行列方程式に書き換えて、で、リンクにしましょう。この部分ですね。出してもらうとこれが係数行列です。だからこれの逆行列はあんのかなというのが問題ということです。で逆行列があればですね、それで逆行列を使って問題が解けます。ということは、ちょっとこれ、問題文が間違ってました。これ、ガウスの吐き出しを用いてなくて、逆行列を用いるか、ガウスの吐き出し法を用いて、どちらの方法で XY を求めようという問題です。他のところも全部一緒ですね。逆行列法は吐き出し法です。逆行列法は吐き出し法です。いいでしょうか。どっちを使うべきか。逆行列があるんだったら逆行列使った方が絶対いいです。逆行列がないんであれば吐き出し法を使うしかありませんので、頑張って吐き出し法をやりましょう。こういったこのどっちを使うべきかっていう選択にも慣れてほしいので、今回の問題はとても大事です。しっかり頑張りましょう。では、解説に関しては以上です。まあ、見てきたように、3番目の映像では今日の課題について説明してきました。これで今日の内容すべて終了ですので、あとは課題を頑張って出してほしいと思います。最近ですね、季節も変わりつつあり、かつ、授業もですね、第7回ですからちょうど折り返し点になってます。この授業多分全14回ですからね、皆さんとしては一番しんどい時期だと思いますので、まあ、テキパキと課題をこなして、課題をどんどんやったら、あとは、うまく休憩を取る、休みを取る、休息を取るということを、ね、注意していただいて、体調などを気をつけながら頑張っていきましょう。はい、では、今日の映像はこれで終了です。